まあね、今日は久しぶりに料理配信ですかね。で、肉を食べるので配信しております。私はまずアク抜きするんで、絶対に入れますね、肉食べるときは。例えばこれが味付けのお肉だったとしても、茹でる。茹でて、油とか取って、それで食べるんです。がっつりあるんで、2つに分けます。で、水を入れます。なんかね、痛ましく水がすごくいいんで、もう水道水使ってますね、最近。これからね、釣り行くかもしれませんけど、もうその前にちょっと軽く配信してます。あと、もやし。で、即席なんでね、一手間かけない感じでやります。本当になんかもう、時間がないとかさ、そんな感じの時の作り方。炒める時間ももったいないみたいな。だから、レンチンします。レンチンです。最近安いやつ買ってますよね。これもいただきます。きゅうり美味しいですよね。これは早速いただきます。最高。今ちょっともやし温め終わったんですけど、もう一回ちょっとやります。気持ち20秒ぐらいかな。時間ない時とかも、即席だったらこんな感じで大丈夫。レンチンでできる卵焼き。せっかくなんで、私がよく作る卵焼き、レンジで作る卵焼きですけど、作ってみます。レンチンの便利さを伝えたいので紹介します。胡椒適量、塩はほんと気持ちぐらいですかね。私はみりん風じゃなくて本物のみりんです。もしくは料理酒、料理酒を使うんだったら塩は入れなくていいですね。料理酒にもう塩が入ってるので、これはみりんなんでね、塩が入ってないんで、ちょっと塩を入れた感じです。これも目分量ですけど、10ml ぐらい。白身が切れてる感じ。目安1分20秒ぐらいですかね。膨らんできました。卵焼きの完成です。焼いてないけどトマト大好きなんでね、ケチャップいっぱいかけます。これはもう本当に好きなだけ。完成です。器の形によってまたちょっとね、できる卵焼きの形が違うんですけど、まあこんな感じでできますよ。ってことで、私油大嫌いなんで、こんな感じでいつも作ってます。いただきます。うん、美味しいです。レンジは偉大ですね。以上。2日分とか、まあ2食分にしとくんで、完成形としてはこの上にお肉を乗せる感じなんですけど、ごまだれをかけるんです。どっちがいいかな、まあこっちにしようかな。どっちもノンオイルですけど、あとね、炭水化物ですけどね、たまには食べるんで食べます。本来ならこういうの食べるんですけどね、今月だけ少しね、節約ですかね。こんばんは、ようこそこんな家族に。毎日節約してるよ。私、ご飯はあまり節約してないんですよ。エンゲルゲースは私高いですよ。水分は結構ね、取るし。ほんとね、飯には節約してなくてね。アイスもね、ほら、甘いの。砂糖のやつは食べてるね。たくさん食べちゃう。ご飯の代わりに、ああいうの食べるからね、食費がすごいかかってる。これからちょっと釣り行こうと思うんですけど、ね、その前ちょっとね、久しぶりに飯配信です。私よく魚食べるけどね、魚高いじゃない。肉に比べたら。お金なければ肉を食え。結構アク出てくるでしょ。だからね、味付けのものだろう何だろう、肉食べるとか絶対にもう茹でるね。別に肉を食べてるから悪いってことないと思うんですよね。だってほら、沖縄とかね、長生きしてる人もね、肉ガンガン炒めた人食べてるしね。すごいアク出ますね。長生きとかには関係ないんじゃないかな。これは本当に私の、もう、確かに食べてますね。そうそう。で、長生きしてる人の、でもね、50% ぐらいは毎日卵食べてるんだって。100歳以上来てる人の食生活調べたら、もう肉はもちろん食べてるけど、卵もね、毎日食べてる人が多いんだって。NHK の番組になってたら、まあ、完全食品って言われるぐらいだね。ちょっと水をかけ、本格的ですごいですね。ゴミはちゃんとしてるんです。毎回毎回。環境に配慮してます。気持ちの問題だけど。まあ、アク抜きもしたし、まあ、余分な水も取ったんで。ごま油好きなんだよね。油じゃないけど、ごま大好きです。
実は私ほらおからパン作ってたけど、最近あの茂座がね上手橋なくなってるから、これ丸まま食べてますごまは健康にいいですね。なんか聞くところによると老化防止にもいいみたいですね。まあ、私気にしてないけど。そういえば以前は中国でほぼ毎日ファミマの黒ごま豆乳を飲んでましたね。あと日本からの補給物資には黒ごませんべいリクエストしたりもしてましたね。まあこの飲食は飲んでますかね。かいわれ大根を追加です。ノーイルのごまのドレッシングです。こんな感じで安いの結構あるよね。こういうのうまく使ってます、ね、一品できました。明日はその妻で味噌ラーメンどうですか。ラーメンとほらこういう風な出汁だけの売ってるんですね。これうどんですけど、こんにゃくを麺に見立てて食べてる。麺をだからこんにゃくにしてる感じかな。あでもそばとか食べますけどね。パン買ったんでガッツリ炭水化物いきますよ。こちらのスーパーでもやはり値上げの波来ていますか。そう、このふわらてってやつがねなくて、味の素フーズのやつがねいっぱい出てますね。これなんかも見かけなくなってますよ。さあ焼いていきますか。こんな感じで焼いております。昨日あの荒川に行った時の写真いっぱいアップしたけど、なんか私の写真がいっぱい出てくる。 eBay で忘れた頃に届くから12月頃かなと思ったらもう届いちゃう。私も前買ったやつがボロボロなんでね買ったんですけど、今度10個セットに使いましたね。ストリートビュー、まあ写真は大丈夫、位置情報なくても後で自分でねマッピングできますしね。ただあの動くタイプのやつストリートビュー Google 側でやられる。私だけじゃなくて他の方もやっぱりそういうの出てるようなので Google が制限してる可能性がある。じゃあ味見しましょうか。台所ですけど、いや美味しそう、うまい、最高だ。冷やしたらもっと美味しいかな。でラスカルにしよう。イングリッシュマフィン、これ低糖質のやつ持ってるんですけどね、もうこれ普通のやつです。話戻るけど魚が高くなったのすげえ感じてるんです。もやしと豚肉と貝割り大根、パンもいただきますかね。こうかいただきます。うまい、香りがいいですね。絶対痩せないわダイエットする気あんの感じ、うん、お酢もよく飲んでるね。安かったんですけどね、カロリーが超高い、71キロカロリー、これは失敗しましたね。こっちはいいですね。飲み方としては炭酸水で割るんですね。これ最高に美味しいですね。豪華ですね。豪華に感じるけど魚よりも安いから金額で比べたら安いでしょ。豚肉ともやしの即席料理いかがだったでしょうか。暇なので切り抜きをアップしましたが、参考になれば幸いです。はい、今日は、ね、10月の2日でございます。やばい、またなんか結構大変だ。ご視聴ありがとうございました。